できないと思ったらできない。で、会社員の時代とかでも私はね、1時間に1回トイレに行って、5分から10分くらいトイレにこもって皆様こんにちは、関口かなです。今日の動画は時間管理についてご質問をいただくことがあるのでお話をしようかなと思います。私はなんかあんまり考えてないんですけれども、ただ無駄を嫌う効率的な性格なので、本当にながら作業が多いんですよね。私のインスタとかを見てくださっている方は知ってるかなと思うんですけども、何かしながら何かやってる。例えば朝お化粧をしながら iPad を開いて上がってきた動画編集を確認したり、横にはホットコーヒーを置いたり、さらにその様子をインスタに撮ったりっていう形で、メイク、あとオンラインサロンの動画編集、ホットコーヒーを飲む、インスタストーリー4つで、さらにプラスそこで足首運動みたいな、なんか足首を伸ばすみたいな運動したりとかして、結構本当にね、ただぼーっと無心に化粧するっていう形ではなくて、化粧もこうやりながら鏡見ながらなんだけど、ちょっと話したりとか、これいいのかどうなのかはちょっとわからないんですけれども、常に何かしながらこれやってあれやって、今だけではなくて結構明日のこととかも考えていますね。で、できれば明日の予定とかは今日できるんだったら今日はやってしまおうっていう性格なので、前倒しにやることも多いですし、ただズボラな性格もあるので、乗らない時はもうストップって形にして自分の体に従う時もありますね。なので割とスケジュール的にはオンとオフがメリハリしている状態で、この間美容院に行ってカラーリングをしてたんですよね。その時も iPad を持って行って iPad を開いて動画編集をするっていう。で、動画編集だから音が漏れてしまうとあれじゃないですか。だからここに AirPods を入れてするんですけど、美容師さんもここに AirPods 入れたら髪塗る時にこの AirPods がついてしまうってところで、ここにあのカバーかぶせてくれて、こんな人今までいませんみたいな。で、私はカラー剤をされながら、AirPods を聞きながら、動画編集をしたり、確認をしたり、要は、そういった美容時間ヘアサロン時間とかも効率的にやってますね。で、昔で言ったら、起業初期とかって、すごくがむしゃらだったので、歩きながらスマホなんて当たり前でしたし、横断歩道の待ち時間に更新とかも当たり前だったし、もう常に24時間中多分17時間ぐらいはスマホって感じでしたね。はい。なので結構本当にながらが基本的な形ですね。慣れだと思います。あとはスケジュール的に2週間ごとに私はスケジュールを組んでいて、2週間に1回は手帳を見直す時間っていうのを意図的に作っています。そこでしっかりとバランスが取れているのかどうなのか、例えば仕事だけなのか、プライベートだけなのか、美容だけなのか、私が提唱している愛も富も美もっていうところがバランス的にしっかりとあるのか、1週間ずっとプライベートばっかり、まあ、いつもプライベートのような仕事のような形なんですけども、要は例えば毎日お幸せとか好きじゃない、彼との時間とか友人との時間とか、そのような形でしっかりと仕事とは関係ない時間も持てているかとか、まあ、バランスを重視していますね。で、美容とかもヘアサロン行けてないなとか、あ、ネイル行けてないなとか、あ、まつげとかエステとかパーソナルトレーニングとか、あ、美容鍼灸とか、バランスをしっかり取れているように1週間のタイムスケジュールとかに色分けをして、愛と美っていう形でそこも見たりとかしてやってますね。ただ睡眠時間は絶対確保してます、死守しています。睡眠時間がおろそかになってしまうと翌日のパフォーマンスに影響してくるので、睡眠時間を削ってでも仕事をするということはずっとしていないです。昔ね、20代の時に睡眠時間を削ってまで仕事に没頭していた時期があって、その時に体調不良っていうか肌不良で、なんか肌が荒れたんですよね。その時私が尊敬していた世界的に活躍するとある成功者の方から、その肌じゃダメだって言われて、はぁって気がついて、確かにと思って、第一印象って見た目じゃないですか。日々の生活のだらしなさとか忙しさとか余裕のなさが肌に出ているのってどうなのかなと思って、そこからもう絶対に睡眠は取るようにしています。なので起業初期も今も睡眠は絶対だし、お食事もこのようにいっぱい食べてます。食べること大好きなんですよね。はい。
く、まあ、スケジュールの中までねやりたいことが次々と出てきた場合は何かをね捨てるっていうこともしています。あ、これは自分でやるのやめようとか、こういった方がいました。料理ちょっと例えば仕事が忙しくなってとか、婚活が忙しくなってとか、自分の日常生活がおろそかになって女性としてどうなのかなと思うようになったと。例えばどういうことですかとお聞きしたら、料理をする時間がなくなったと。で、私が、あ、お料理することが好きなんですかって聞いたら、お料理することが好きではないと。え、じゃあ必要ないじゃないですかと思ったんですけれども、そのお料理をすることによって彼女は栄養バランスが保てるとか、あとしっかりとした女性だとか自立しているとか、要はちゃんと女としてケアできているってイメージがあったとしたら、お料理をしてない自分イコールダメってなっちゃうけれども、私はお料理をあんまりとかほとんどしないんですけれども、料理が目的だったらそれはした方がいいと思うんですけれども、目的は例えば本当にこう健康的でありたいとか、美しくいたいとか、バランスがいい食事を食べたいとかであれば、料理をするっていうのは手段なんですよね。なのでその手段っていうのを別にその自分で料理を作らなくても、外食をしたりとか、しっかりヘルシーなところでねとか、あとは人に作ってもらうとか、あとはまあサプリで補うとか、まあ、そのような形でケアしていけばいいんじゃないのかなって言ったら、はっみたいな形で、そうですねって言われていたんですよね。なので削るところは削る、それは目的が何かを明確にして、その手段っていうのは自分の方と思っている一方向だけじゃなくて無数にあると思いますので、他なんかこれ削ったら自分でやらなくても誰かできないのかなって形で、どんどん自分のやるリストからもう捨てていった方がいいかなと思いますね。私もね、本当にタクシー乗ってる間とかも常に仕事をしていますし、歩きながら今さすがにしていないですけれども、こうして動画とかもね、あ、もうチェックアウトの時間1時チェックアウトなんですけれども、今1時2分とかなんですよね。なのでこうやってギリギリまで仕事をしてとかなんですよね。ちなみに1時15分からデイリーさんと打ち合わせだったりするんですけれどもなので時間っていうところが有限なので、それをどう使うかっていうところを、削れるところは削る、そして効率的にできるところはやるってことをしてみてはどうかなと思います。できないと思ったらできない。で、会社員の時代とかでも私はね、1時間に1回トイレに行って5分から10分くらいトイレにこもって起業の準備をしてたんですよ。つまり8時間勤務だったら、まあまあ例えば1時間のうち、まあ、5分トイレにこもって仕事をしていたら 5×8 で40分時間を生み出していたんですよね。これは真似していいのかどうかちょっとわからないんですけども、でも私は自分の仕事をガーッと片付けた上で時間を作ってそのようにやっていたりとかしていましたので、もしね時間がないはどうしたらいいのかわからないという方は生み出したらいいんですよ。ただ睡眠時間はあまり削らないように、この動画見てくださっている方は女性ばかりだと思います。いや、女性ばかりなんですよ。 100% だったの、男性は誰も見ていない。まだまだ認知が足りないところなんですけれども、女性はやはりお肌大切ですので、過去の私のようにお肌が荒れてがむしゃらに働くっていうよりかは、しっかりと美容に気を使いながら時間を生み出していく、いらないものはどんどん捨てててください。私もこの後もう時間がもうやばいのでそろそろ終わりたいなと思います。とにかくね、時間を生み出せるのよ。一応に1週間ごとにスケジュールをもう先に書いてください。書いて決める。例えば日曜日この時間デートを決めたら、もうデートのデート詰まってなくても先に書いちゃう。書いてそこはもうデートで決めて行動していく。仕事も時間を生み出していく。時間っていうのは未来から流れてくるので、先に未来を決めることによって脳がまたこう動こう、ああ動こうって形で動いてくれますので、2週間に1回手帳時間を作ってしっかりとスケジューリングをして効率的に動いてください。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。この動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価とコメントをぜひよろしくお願いします。いつもたくさんの応援に励まされています。本当にありがとうございます。コメントいただく方本当にありがとうございます。これからも自分のことを大好きになってエグゼクティブな男性から愛される方法をお伝えしていきますので、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。またね、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。